はい、本日はですねノースフェイスのこちらの偽物ジャケットについてお話していきたいなというふうに思います。まあ、以前ですね偽物と本物の動画っていうのの比較動画っていうのを作ってそれは公開してあるので、まあ、気になる方はそちらを見ていただければいいかなと思いますので今回は比較とかをするっていうよりかはですね実際こうやって偽物の商品って僕だけじゃなくてメルカリとかあとまあいろんなところで売られると思うんですよね。でそれこそ元々はこれは僕が買ったわけじゃなくて商社さんの知り合いの方が購入されたということで渡り渡って僕のところに今来てるんですよね。まあなので今後そういった被害者が出ないためにと言いますかまあちょっとそういうね珍しくちょっと有益な話でもしてもいいかなということで動画を回しております。でまあそれこそこれぐらい分かりやすいもうロゴがねそもそも違うロゴを使ってたりとかあと手首のところが、まあ、もう全然違うようなロゴが入ってたりするっていうのは、まあ、パッと見たらこんなもん偽物って分かると思うんですけどやっぱオンラインとかやったらねもう本物の画像載せてきよるんで何が偽物で何が本物かよう分からへんまあいう感じで気づいたら偽物来たやんけっていうことになると思うのでまあおそらくこれ見ていただいてる方の中でもいや俺捕まされたことあんねんとか俺実はノースフェイスじゃないんけど昔になんかナイキの偽物のスニーカー買わされたことあんねんそれわしやないかいっていうことでまあ僕あったんですよね中学の時まあそんなんがあったりとか結構偽物買わされることであると思うのでまあそういうのがちょっとどうやったらなくなるんかっていうのをまあ僕はスニーカーとかはよくわからないんでまあ今回はノースフェイスについてお話していくということになってますので今日の流れとしてはですね今から実際にノースフェイスの店舗の方に店員さんに電話してみてまあ、修理が可能なのか多分無理だと思いますけどね、まあ、修理が可能なのかとかあとそれ以外にやったら、まあ、僕以外にもこういった偽物を持ってはる方っていらっしゃるのかとかあと、まあ、対策としてはどういった対策をしていけばいいのかっていうところをですね、まあ、電話で聞いていきたいなと思います。で、まあ、電話はですねもちろん店舗とかも分からんようにしますし個人とかも誰かは分からんようにして電話するんですけどもいろいろ聞いてみたらですねこういった偽物の行き場って絶対ないじゃないですかもう捨てるしかないと思ってたけどあ意外とそういう使い方っていうかそういうリサイクルの仕方もあんねんなってもう答え言っちゃったけどそういうのもあるねんなっていうのが見てもらったらわかるかなと思いますのでもう早速ですね店員さんとお話ししてる様子っていうのを見てもらいたいなというふうに思います。ではそちらへどうぞ。それではですね今からこの偽物のダウンジャケットについて、店員さんにいろいろ聞いていきたいなと思います。聞く内容としてはですね、まあ、もちろん多分無理やとは思うんですけどこの偽物はもちろん修理はね多分できんと思うんですが本物であれば修理を受け付けてくれますがおそらくこれは無理でしょうと。だってなんでかって言ったらノックスフェイスだからということになってるんですけど、まあそういうところとか、まああとは他にね、そういう同じような偽物とか持って貼ったりする問い合わせあるんかとか、あとまあ店員さんどう思ってるんかっていうところまで聞き出せればなんか聞いてみたいなとは思うんですが、そんな感じでいきたいなと思います。お電話ありがとうございます。あ、すみません。ちょっとお伺いしたいんですけども、今手元に、はい、おそらく偽物っぽいものがあるんですよ。はい。で、ノースフェイスって確か NORTH だと思うんですよ。ノースがスペルが NORTH ですね。ですよね。はい。NCRTH ってやつが手元にあるんですよ。はい。で、なんか袖口のとこもゴアテックスとかじゃなくて、はい、なんか見たことないロゴのやつがあって。ああ。で、多分おそらく偽物やと思うんですよ。はい。で、これってもちろん本物やったら修理とかってあるじゃないですか。はい。これやっぱ偽物は修理とかってできないですよね。あ、そうなんですよ。偽物の場合ちょっと修理は対応できないですよね。なってますね。あ、これってね、ちなみに僕以外でも結構こういう方っていらっしゃるんですか。たまにやっぱりいらっしゃいます、はい、海外で買った方とか、はい、そういう公式以外の通販とかでね買われた方とかは まさにそれです。ああそうなんですね。結構ねもうノースフェイスの商品買われるときはやっぱり偽物とかも増えてきてるのは、はい、増えてきちゃってるんで、はいはいはい、もう直営店とかね公式のストアで購入していただくか、うんうんうん、ウェブストアの方で購入していただくのがもう一番安心ではありますね。なんか正規の店も出してますもんねオンラインで。あ、そうですそうです、オンラインであるんでそちらで見ていただいて、うんうん、で怪しいなと思ったら品番っていう N から始まるものがあるんですけど、はいはい、数字と英数字ですね、はいはいはい、それをねインターネットで調べてもらったら、はい、公式のものでしたら、はい、そこからノースフェイスのサイトにつながったりとか。あ、なるほどなるほど。商品情報とかが出てきたりするんですけど、はいはい、これね、その偽物の今のそのやつ、はい、手元にあるやつが、はい、画像は本物やったんですよね。ああ、そうなんですね。ネットで購入されたっていうことですか。そうなんですよ。
はい、で画像は本物やって手元に来た偽物やったっていうことなんですけど、もうそんなんとかはやっぱりそのよくわからんとかはやっぱ買わん方がいいって感じなんですね、これからは。そうですね、うん、公式 の、 ウェブサイトで購入していただくしかちょっと、ね、もちろん他のサイトでも全然偽物じゃなくて、実際の商品が売ってあるとかもあるんですけど、はい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 、ちょっとそこまでは判断しかないところはあります。届いてからねちょっと違うものだったとかいう可能性もありますので、はい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 、なるほどなるほど、はい、ほんなんじゃあ結構僕以外でも他にもやっぱいてはるんですね。そうですね、全くいないわけではないですね。あ、なるほどなるほど。正直その店員さんとしてもどうしようもないですもんね、こんな。そうなんですよね、どんどんやっぱりね大きいサイトとかでそういうことがあった場合でしたら、うん、もうその会社としてね訴えるとかそういうことができるんですけど、まあそんなことしないですね。個人とかでも次々と出てきますので、ここにねちょっと追いつけきれてない部分はどうしてもね、あるので。なんか今メルカリとかでもあるんですよね。メルカリは個人がもう出してるものになりますので、もう何の保証もないってことですね、よたら。何の保証もないですね。実際そのタグとか写真とか出てってもね、今回のようにちょっと写真と違うものが届いたとかいう場合もありますので、はい、わかりました。じゃあもう対策としてはその公式のオンラインで載ってるお店で買うっていうのが一番正しいことですよね。そうですね、直営店とか、直営店とかスポーツ用品店とかでも全然大丈夫なんですけど、うんうんうん、セレクトショップとか、はい、はいはいはい、わかりました。まあ、とにかくじゃあ修理はできひんから、こういう偽物って結局どういう風な処理になるんですかね。なんかノースフェイスのお店で、はい、なんかエコシステムみたいなのあるじゃないですか。ああ、あんなには、着なくなったお洋服を回収してるっていうのはあるんですけど、はいはい、こちらは、はい、500円のクーポン券ですね。5000円以上購入していただくと500円の割引で使えますよっていうクーポン券と、はい、引き換えっていう形では、なるほどなるほど、どういう衣類とか関係なくノーブランドのものでもそういうのはやってますので、じゃあそしたら一番そこに行くのが一番正しいかもしれないんですよね。手元に当たってしゃあないから。そうですね、特に穴が開いてダウンがすごい出てるとかいうもの、うんじゃなければ全然回収はさせていただけますので、うん、でもねとにかくペタペタはペタペタなんですよ。ダウンなんですけど全然いいですか、その辺は大丈夫ですよ。あ、そうなんですね、はい、わかりました。すいません、いろいろとありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。はい、すいません、ありがとうございました。またお待ちしております。はい、すいません、失礼します、はい、失礼いたします。はい、ということでいろいろ聞いてきました。ではまとめに行きます。はい、ということで、まとめるとですね、まず修理はできませんということになっているので、これは別に分かりきってたこととか、まあそうでしょうねということになってて、で次に僕みたいな人いてんのって言うと、やっぱいてるって言ってはりましたね。おらんことはないって言うから、やっぱいてんねやと思うし、まあできる限りね、それは安く買いたいっていうのは分かるし、安く買えたら嬉しいっていうのは分かるけども、なんかよく分からへんサイトから安く買っちゃうとちょっと怖さはあるよねと、まあ、いうのがこれで分かるかなというふうに思いますし、まあ特にねメルカリなんかはちゃんと出してはる人もいっぱいいてはるけど、やっぱ中にはなんかこう変なやつもいてるんで、めちゃくちゃ便利でめちゃくちゃいいアプリやとは思うんですけど、まあそういうのがね、やっぱ気をつけた方がいいということも言ってはりましたし、やっぱ対策としては正規のちゃんとしたお店で買うっていうのが、僕よく楽天とかで購入してるんですけど、まあそことかはほんまに正規店なんで、ノースフェイスとのちゃんとした提携があるので、まあ、そういったお店であれば間違いなく本物が来ると思いますし、まあ、それ以外にやったらですね、ノースフェイス自体では割引しないけど、例えばスポーツ店やったら 30% オフになってるとかっていうのもあったりするんですね。だからそういうのを知っておけば意外とお買い得に買えたりすることもあったりはするので、まあ、安くなってるから全部が全部悪いってことじゃなくて、まあ、正規店やったらとりあえずどこで買ったって本物が来るので、あとは安いところそこで探していくって感じだと思うんですけど、もう正規店じゃないどこがようわからへん、なんか変なサイトで買うのはちょっと危険じゃないかなというのが、お話にあったみたいな感じになってるので、その辺は注意になってるんじゃないかなと思います。でですね、実はこれ以外にも視聴者の方からですね、以前企画動画の時に偽物あったくださいっていう話してたらですね、アークテリクスの偽物ありますよって視聴者の方がおっしゃっていただいて、今度アークテリクスの動画も作るんですね。なのでそれもまたアークテリクスの偽物の見分け方であったりだとか、そういったどういった対応するのかっていうのをまた聞いていければいいかなというふうに思いますし、まだそもそもね手元に届いてないんで、どんなものが届くか知らないんですけど、偽物シリーズが気になる方はまた楽しみにしていただ
ただければいいかなというふうに思います。ということになってます。本日はですね、ノースフェイスの偽物についてという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。